シャモン TV 始まります。ですね、今日は視聴者からの質問で、うちのお父さんは一体いつになったら夢に出てきてくれるんでしょうか。家族で結構みんなで回ってるんですけど、なかなか来ないんです。なるほどねと。確かにこれいろんな人そう思ってる人多いかもしれないなということでね、ちょっとテーマにさせていただいたわけなんですが、昔さ、極楽への行き方は9通りあるというお話をした時に、開花までっていうのは、まあ例えば極楽へ旅立った方であれば、つぼみの中に一回入っていて、でそのつぼみが開くと初めて自由に、まあ、動くことができると。まあ我々は大体この3種類のうちのどれかなんだろうと言われているんだけど、一つが四十九日、四十九日ってよく聞いたことあるでしょ。あの四十九日の法要が、法事があったりとか、まああるんだけど、まあ六項、あと十二項、まあこの三つのどれかやと。ここが六項って何、項って何っていうと、これもめちゃくちゃ長くて、実はあの一項が48億年ぐらいあると、急に長くなるだろうって話なんだけど、だけどなんでこんな急に長くなるかっていうと、ここの2つっていうのは地獄確定だった人だから、地獄行ってもうたらさ、もう6校12校どころじゃなくて、もう 何百校とかそっち行かなきゃいけなくなっちゃうから、その人たちを救い取って、阿弥陀仏は6校12校ぐらいという短い時間、短いっていうところから俺らが知ると長いんだけど、まあそうなってしてると。でもまあまあ我々からしてみたらこれも長いから、まあ四十九日、ここを目指して我々はまあ四十九日で生まれ変わるようにしましょうと、あの極楽で生まれるようにしましょうと、だから四十九日でしょうと、そう捉えているわけなんですけども、父ちゃんなかなか会いに来おへんのやけどってなっているんだけどさ、極楽浄土っていうのはまあ、お念仏の教えの場合なんだけど、まあ、例えばお念仏じゃなくても四十九日の中でいろいろ閻魔大王とかにあったり裁判にあったりして、それを得た後に、よし、じゃあ、仏の国に行ってもらおうということでお坊さんはお経を読んでるわけだから、それを踏まえてやっていれば、あ、きっと四十九日かけてお浄土の世界に行っていますよっていう話。他のお浄土でもいろんなに、似てるんだろうなと思うんだけど、きっとね、この開花した後、蓮の花が開花した後に、まあ、例えば極楽浄土の場合であれば観音さんですね。観音さんってよくテレビでニュースとかでも、ね、お寺とかで見たことあると思うんだけど、観音さんとか阿弥陀さんとかにまず一旦最初はご挨拶しに行くわけですよ。極楽で今度暮らさせていただきます、なんとかかんとか信二と申します、よろしくお願いしますっつって、生前の名前は何だったの、吉田武と言います、ああそうか、今は、おかゆみをもらったんで、なんとかかんとか信二と言いますみたいな、ああそうかそうか、よく来たみたいな感じになって、そうなるとさ、やっぱ先に旅立っていったお浄土へ先輩方がいらっしゃるでしょ。だから例えばまあお父さんが亡くなってなかなか来ないっていう話だけどさ、先輩方いるじゃない、お父さんにとったって、お父さんのお父さんとかお母さんおばあちゃん、お父さんおじいちゃん、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん、それこそその兄弟、いとこのおじさん、あとはなんかその友達とかさ、昔の友達とかもう全然先にいるわけだから、そう、先輩方がわんさか来るわけ。多分我々が感じているよりももっと大勢のものすごい、なんかよくわからんけど昔の、人とかも来るわけや。で、おーっつって、ひー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 孫かみたいな感じで、でもあっちの人むちゃくちゃ元気だから病気とかないし、もう二十歳ぐらいのもう元気さですよ。ターンターンと来て、おーみたいな、来たんかーみたいな、いやーもうね、いろいろ。その世界的にね、まあ、コロナ流行ってるらしいけど、うちの時もね、スペイン風邪が流行ってさみたいな、すごい大変だったんだあの時みたいなね、あの時なんかさ、もうものすごい人死んで、もう道路のところにもバッタバタ遺体とか置いてあったんだよみたいな、あそうなんすかみたいな感じでさ、そんな話もするだろうし、空襲の戦争の時とかね、知らないと思うけど
あん時もほんとギリギリ焼夷弾が当たらなかったからあんた生きてたんだ、あんたら生まれてきてこれたんだよみたいな、もうあれ時は本当にびっくりしたわーおばちゃんみたいな、うん、そんなような会話でもするだろうし、あとなんかその親戚のおじちゃんみたいなねとか来てさ、おーおーおーと、お前のひいじいちゃんっていうのはめちゃくちゃすごいんだぞと、まあ、ちょっと今から呼んでやるからちょっと待ってるそこでみたいな、あーっつって、もう向こう陣痛力あるから、あーっつったらもうシュンって来るからね、時間かからないの、もうシュンって来て、おーどうしたみたいな、そんな感じでさ、あーほらほらあの時の話してやるお前っつって、おーいいよもうみたいな、いいからしろよみたいな、分かったみたいな、まあ、そんなような会話をして、いやまあひいじいちゃんはなあの時会社を立ち上げてなみたいな、そんなような話をしたりとか、そんなことをやっていたりとかね。あとさ、まあ仏さんにも会い放題なわけですよ。もう向こうには仏さんもちょいちょいいっぱいいるから、もうダイレクトだよ。お釈迦さんも今我々のこの世界にいないけど、仮にお釈迦さんがいたとしたら、もうお釈迦さんのところにシュンって言ってお釈迦さんの法話も聞き放題、法話ね。あとあれだよ、歴史上の人物とかさ、例えば極楽浄土だったら多分徳川家はもうみんな極楽浄土に行ってんじゃないかなと思うから、別に身分の違いは何もないからもうフラットなんで、綱吉さんとかいたらさ、あの時も生類憐れみの霊とかあれどうだったんですかみたいな、そんなに犬好きだったんですかみたいないやあの時はさみたいな、ちょっといろいろあってさみたいな、ちょっと俺病んでたんだよみたいな、そんな会話もできるわけですよ。そう考えるとさ、忙しいのよ最初極楽は。もういろんな人来るから、いろんな人に会えるし、もうやることいっぱいあるわけですよ。で極めて楽しい、だから極楽で、まあ、お浄土っていうのは多分どこもそうなわけで、忙しいからちょっと待って待ってやって、まだ来なくても来る、そのうちもういろんなもう諸先輩方とのトークが終わって、あ疲れた、あお残してた遺族どうだったんだろうみたいな、ああもう今度な10年ぐらい経ってるわあかんみたいな、行こうみたいな感じで、おおみたいな感じで来るから、大丈夫だからね、もしかしてうちらのこと忘れてるんちゃうかみたいな、そんな風に思ってることもあるかもしれないんだけど、全然そんなことない、忙しいの今は、だから心配しなくて大丈夫。今日は一体いつになったら亡き父は夢に出てきてくれるのお話でした。ありがとうございました。